高博さんに聞きました。アキラさんのチクリ情報、回答はこちら僕の誕生日の時メンバーがパーティーを開いてくれるとのことで、今年だけは記憶をなくさずちゃんと覚えていたいとアキラさんに相談したら、できるだけ俺も守るよと言ってくれたのに、会場に着いた瞬間一番お酒を勧めてきたのがアキラさんだった。悪い。そうなんですか。そうですね、その時は本当に守る気だったんですよ。あのなんかやっぱり覚えてたじゃないですか、はい、でも会場に先回りしてみんなとこう、じゃあ高弘今日祝おうぜってなってた時に、高弘が入ってきた時嬉しくなっちゃって、そしたらもうおめでとうってなってもう忘れちゃってでもこれだけの人数で打ち上げやったら、今までチンプレー、コープレーいっぱいあるでしょ。いやー、まあ、間違い企画外です一番反省してるのは、いやちょっとそのページをたどるのが大変だどっから引っ張ってくれよな普通カンナナ沿いとかで寝てたもんねあと一回こう友達に送ってもらって、そのなんかじゃあ適当なとこで下ろしてよって言って、あの適当でいいからさ、適当なとこで下ろして近くでっていうニュアンスじゃないですか、はい、したら本当に民家の前で本当に適当なとこで下ろして。